小学寺は、奈良県奈良市世紀寺,寺町にある、浄土新宗使い迎え引破の寺院である、通称縦王道。周辺はかつて、縦王道町と呼ばれた。王石の本尊は、観音菩薩であり、宗派も、立州最大寺派であった。なんとの初代寺の影響下にあって、宝省州、新聞宗、立宗、浄土宗の四宗見学の寺であったという。並ぼう木津田中には、 在期寺町領内を北方、俗位枠十王道、立州最大寺派、寺領二十国、幸福寺末寺、本尊館世音、河原武器衝動一宇との記録がある。慶長7年の徳川家康主院状により、江戸時代を通じ、肘塚村、北家寺村に二十国の主院地を領した。明治二十四年の寺院名祭帳では、天台州延略寺派と記されている。正面に、 大師堂とあり、古くは大師堂として作られたようである。二軒に三軒の作りで後輩がついている。内陣には、本尊の阿弥陀如来立像を中心として、右に、旧本尊の観音菩薩立像、左に、地蔵菩薩立像が安置されている。本尊前方に、十王のうちの二王と、円魔王の三体の像が安置されている。いずれも、寄木造りの再色像で、像内に、 天文21年水の絵ね10月16日、祝印物師、空は、帝聖の牧書がある。他に、今日は3年の彩色名や箱台座の、京宝3年元林町畜望彩色のの墨書きが見られる。これらは、かつてあった、通称の元にもなったと思われる、縦王堂に安置されていたようだが、縦王堂が失われるに至り、原本堂に移されたものと思われる。に、 大黒天像や不動明王立像、趣味団前方右手に工房大師座像なども安置されている。元はこの大師像を中心に、ご摩団も設けられていたが、現在は外人一体畳敷きになっている。本堂右手ブスの奥は客殿に通じるが、客殿中央には古い丸柱があり、かつてはこちらが本堂とも見られている。旧縦王堂、旧本堂、 大師導の仏像が、すべて今は本堂に祀られているようである。春閣が、流在先の機械が島から逃れて当時に隠れ住んだとの伝説がある。境内付近を機械島と称し、母大町にこの石踏みが立つ。ありがとうございます。